モンスターハンターワイルズオープンベータ、まあ体験版みたいなもんすね。まあモンハンはそんなに動画にしてない人だけど、すごく毎回楽しみにはしてるので、ほんと普通に遊ぶついでに録画するような感じでやってみようと思います。で、まずはそうよね、ハンターつくんだよね。いや、なんかもういきなりかっこいいな。デフォ…うわ、髪の揺れ方もいいな。デフォルトでこんなにかっこよかったこと今まであった？だいたい最初は初期アバター丸出しの癖のねえ見た目してんじゃん。やたらと純粋な目をした。これプリセット…いや、プリセットがなんかどれもかっ…うわ、こんなアジア人みたいなのもあって。いや、こんなんキャラクリだけで時間使っちまうよ。吸血鬼かな？はぁ、なんか…決定です、決定です。まあ、決定っていうか、こっからもうちょっといじらせてもらうけど、いや、これベースにしましょうか。俺大体こういうの作んだから、いつも大体こういうこの道40年のベテランハンターみたいな人を作るので、ちょっともうこれベースで考えていいかな。まあ他にも、うお、宮本武蔵か、すごいな、このプリセットの充実度。全然このまま遊べるもんね。そんなに深くいじらなくても。うわ、こういうちょっと変わったのもあってね。目の色とかあんな風に変えられるんだ。ちょっとこのおっさんベースにしますけど、まあ私のメイン武器種がハンマーなんだけど、毎回ハンマーが似合う感じの屈強なベテランハンターを作ろうとするわけ。まあ今回もその感じでやらせてもらいますね。で、ボイスは？いや、ちょっと違うな。ありがとう。大変だ。まあこれっすね。ボイスのタイプも選べるけど、間違いなくこれ。音程。あ、こっからさらになんか低くしたり高くしたりできる感じ？さすがだ。だいぶ印象変わったな。ボイチェン使うな。ありがとう。いや、どうしよっかな。せめて髪型くらい変えるか。いや、ほんとね、個性を出したいのは山々なんだけど、ほんとこのデフォルトのおっさんが良すぎて、顔とか全然なんかいじりたくならねえんだよね。かっこよすぎんのよ、これ。どうしよっかな。いや、ファイナルファンタジーすな。その年でファイナルファンタジーすな。森安監督すな。おい、ちょっともう一通り見た結果、結局最初のが一番いいになっちゃう。ちょっと完成度高すぎんだって、この人。もう全然いじれねえよ。もうファイナルファンタジーすな。これね。これがデフォルトだったんだけど、ちょっともうこれが良すぎるな。あ、でも髪の長さとか変えられんだ。ちょっと長すぎるかなとは思うので、あ、いいね、いいね。短くするだけでも雰囲気変わるね。あー、そうね。ちょい短いくらいにしとこうか。来ましたね、フェイスペイント。いや、これこれ、こういうの悪いけど、顔に傷だけはつけさせてもらうよ。ただ、どういう傷つけるかなんだよな。ここほんとね、こだわり出るから。あ、いや、このスクラッチタイプもあるんだ。うわ、いいな。スクラッチタイプっていうか、まあ、傷は全部スクラッチだけど。いや、なんかいいな、このいっぱいついてんのも。これ今までなかったような気がする。俺、ちょっと顔面の傷にはうるせえよ。ちょっと傷をでかくして、で、横にずらしたいんですね、一応。あ、そうそう、それで目にかぶせたいわけ。これをね、まあこれお約束だけども、これやっぱよくやんのよ。なんてかっこいいんだ。じゃ、欲張っちゃおうかな。もう一個この似たようなまっすぐ傷作って、で、角度をこうね、真横にした上で、あ、これ、まあなんかどっかで見た感じのキャラクターにはなりますけど、こんなことしちゃったらね。割といるけどね、こういうキャラ。あー、まあ、傷2本、ちょっと欲張っちゃうか。いや、どうだ、なんかやりすぎると逆にダサくなるか。すいません、審議の結果、傷は一つにすることになりました。これ A 段ですね。かなり悩んだんですけども。あえて一つに絞った方が、この傷何かあったのかな、過去にどういうことがあったのかなと、そういう期待を煽ることになるんじゃないでしょうか、読者にとってね。ああ、これで行きましょう。あ、いいキャラ立ってるよ。まあ、ほとんどデフォルトのままだけど。いや、もう完成されすぎてたもん。このタイプの人がさ、まあ髪の色をより薄くしたりとか、まあその微妙な変化はあるんですけど、これもほとんどデフォルト状態ですね。まあ一応オートモアイルの目にも傷っぽいものは入れておきましょうか。これハンターとは逆の目に入ってるのがね、これエモポイントですので覚えておいてください。よし、これでちょっと可愛すぎるか。いや、でも可愛くなっちゃうもんな。可愛くなっちゃうんだから、オートモアイルは。もうちょっとこっちもかっこいい感じを目指したくはあったけど、ああ、でもなんか俺が好きだからっていう理由で長毛にしちゃったもんな。
ふわふわ可愛いじゃんっていう理由で長毛にしちゃったからな。これもうどうしようもないわ。オッケー、まあいいでしょ。なんかもうすでにやりきった感が出てますね。いや、キャラクリ楽しいからな。いや、まあ大した変更はしてないんだけど、元が良すぎてね。これで行かせてもらいます。お、すごい、キャラクリの画面から、おお、なんかシームレスに船に乗っちゃって、なんかもうすでにどこかしらの調査隊に所属してるような感じなのかな。いや、もうどう見てもベテランハンターなんですけど、この見た目で新人ハンター扱いされたら俺切れ散らかしちゃうけどね。なめるなよ若造っつって。ん、君のことは聞いているよ。なんだ俺、回想シーン的な今日話ですか。呼ばれたわけはわかるかな。はい。誰だてめえは。禁足地の件ですね。うわ、俺が敬語使ってる。あ、ってか喋るんだハンター。かつて大国があった。ちょっと珍しいな。千年の昔に滅んで無人となり、以来立ち入りが禁じられている。禁足地。今は文献に記録を残す。そこの調査ですかね。だが数年前、一人の少年が保護された。ほう。彼は森人の一族を名乗り、里に暮らす人々の存在を語った。いや、あの牛沢さんがかしこまってんだから、信じがたい。相当な人物なんでしょうね。揺れているのは知ってのこのおっさん。文献にその里の記録は皆無だ。似たようなおっさんが喋ってんな。ただ彼のペンダントは未知の物質で作られていた。ほう。次に少年保護の経緯だが。はい。いや、似たようなおっさんで会話してんのよ。とあるモンスターが里を襲撃、彼は単身逃げ延びた。だが使った地下道が崩壊、その後我々が保護した。以上だ。人々の安否は不明。モンスターの情報を不明。溜めて言うなよ。だが不明なのよ。見解ではすでに滅んだモンスターの可能性があると。はあ。絶滅種。ギルドは森人一族の救助とモンスター白の護衛の調査を決定した。それで腕の立つハンターが必要ってわけですね。禁足地調査隊ハンターに任ずる。任せたまえ。拝命しました。なんか主人公ハンターがこんなに喋んの珍しく感じるな。いいじゃん、もっと字が持って。常々思ってたわ、もっと字が持ってほしいって。君に頼みがある。モンスターハンターの主人公。お、お仲間かな？アルマと申します。ああ、これはどうも。人類最強のハンターです。よろしく。さ、出ておいで、怖くないよ。この方がその保護した少年。ああ、ペンダントってことだね。あ、それで今に至るという話ね。少年ナタ。いい場所があったらベースキャンプを作るって。腕が鳴る。すべてはそこからですね。頑張ろう。やっぱり今作もなんか青き星とか見つかるといいな、たけき炎とか、そんな呼ばれ方をするんですかね。主人公のキャラが立ってても名前をボイスで呼ぶわけにはいかないので。まあ白きひげですけどね、こいつ。おっと、どうした。それはモンスターの群れか。人が住んでるような場所じゃ。あー、でもなんかちょっと我々の文化とは違う文化圏の人っていう感じかな。追いつけないよ。どうしろっての。あの、何かが。あれで近づこう。この生き物乗れるんでしょ。僕も行く。てか、この生き物乗れるっていうことはなんかトレーラーとかそういうので知ってたけど、あ、こんなアドリブで乗んの。なんかもうそれ用に飼い慣らしてた生き物ではなく、こんなアドリブで行くのこいつ。そこから
おい、イカれてんのかこいつ。すごいぜ。いや、それはもうパニックですよ、こんな屈強なおっさん乗ってきてさ、背中に。よくバランス崩さなかったな。いや、素晴らしい体感。こっから操作スタートですか。いや、もうこんなんも乗りこなしちまうからベテランハンターなんですよ、この道40年の。いや、これはもう、これも進むだけだもんな。あの前を走ってるのを追いかけて、これもう前の車を追ってくださいの状態ですもんね。いや、なんか適当に走ってるけど、これ大丈夫？ちゃんと当たらないようになってんのかな、これは別に。お、アイルーが喋った。おっと、危ないぞ。前の車大丈夫ですか？前の車追ってください状態だけど、もう、あれもう割と見失ってますよ、前の車。あ、いた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 ！これ、あれですよね、セクレトという生き物ですよね。なんか鳥、ああこれ滑空とかはできるんだ。鳥なのかな？そう、鳥っぽくもあるし、ちょっとトカゲみたいな雰囲気もあるなって思ってたけど、まあ、羽毛とか生えてるもんね。鳥なのかな？大きく分けると。チョコボ的なさ、あれ大丈夫っすかね？抑留を狙うスリンガーオート爆弾を取得する。取得する？おい、何を言ってんだ？ちょっとピンときてねえっすよ。L2 で抑留を狙う。あ、なんか照準出るね。で、こうか。あ、あー、なるほど。生き物から取った。今行け！素材で即席のオート爆弾を作ったってわけね。うわ、便利な世の中だ。こりゃ若手のハンターにはできねえでしょうね。そりゃこっちもこの道40年やってますから。ちょっとなんか自分で設定しといてあれだけど、オトマイルーの声がしっくりこないっすね。で、これまたさっきみたいにこうやって音爆弾で牽制しながらやっていきみたいなことっすか。で、素材がこうなくなったらあいつから取れるわけでしょ。オート爆弾補充していけ。いや、これ意味あんすか？意味あんの？これオート爆弾やんなきゃ積むことある？なんかあんまそういうイメージは湧いてこないんだけど、うまくいってんのかな。タクシー、前の車追ってください。上にも、なるほど、スリンガーでなんかしました。あ、はいはいはい、ワイヤー使ってあれ崩して追っ手を巻いたと。素晴らしいベテランの判断力で船に戻ってくる。おっと、いや、このセクレト可愛いな。可愛い、鳥っぽいとは言ったけど足あんだな。四つ足で走ってんだね。二本の足だけじゃなくて。だから、そのナイフは、あ、それ太刀か、武器だ。いや、もうメイン武器じゃん。いや、もうそんなことやったらもうタチが主人公武器みたいになっちゃうじゃん。たまにはハンマーにも光浴びせてよ。さあ、大丈夫か？もう大丈夫。これ言葉通じる方？サムルト。ん？ね、言語が一緒とは限らないよね、この雰囲気。あの、安心して、心配ないよ。おお、なた少年、おめえできるやつだな。10ポイント。本当に人がいるとは。潮流種の一種。どうしよう。潮流種、お兄ちゃん、それセクレトのことだよね、今乗ってきた潮流種か。なるほどね、鳥でもあるし竜でもある。お兄ちゃん、私セクレトで、あいつが来て。あ、言葉通じんだね。でも、お兄ちゃん、共通言語なんだ。あいつってさっきたくさんいたやつかな。うんうん、お兄ちゃんはどうしたのかな。私を逃がして。お兄ちゃん、一人で。そんなこったろうと思いましたよ。また私の出番ですか。お兄さんはどこに。お兄ちゃんの匂いを覚えてる。あ、優秀すぎるだろ。かわいいな、セクレト。行こう。
すごいね、滑空した時あの前足というかさ、まあ前足が羽みたいにもなってたし、で走る時は四つ足で地面も蹴れる。あまり現代の生き物にいない感じの特性だよね、多分。お願い、この人をお兄ちゃんのところに連れてって。なんかいいな、主人公ハンターに自我があるのいいな。ちょっとその太刀外しな。あんたはハンマー背負うんだよ、これからずっとな。気をつけて、こっちは任せな。はーい、また後で。念のため準備していきましょう。でこれまあそう、なんか体験版、まあオープンベータ版だということを忘れて今普通に物語見てたけど、そう、ただ普通に遊ぶのを録画するだけみたいな感じで言ってたけど、本当にそうなってますね。そうね、あの本格的な狩りはまだこれからよね。そうそう、使いたい武器は決まっていますか？当たり前だ、早くハンマーをよこしな。武器種は14種類、まあ特に新しい武器種とか増えてないんだよね今作で。ん、おすすめを聞かせてほしい。どの武器が合いそうか傾向を調べてみましょうか。え、いくつか質問を出しますね。あなたに向いてる武器診断みたいなことしてくれんの？モンスターと対峙するとき何を重視しますか？頭をぶん殴ることですね。重量のある武器で強力な一撃を狙う。その武器に何を求めますか？これ絶対ハンマー出てほしいけどな。圧倒的な攻撃力、いや多彩なため攻撃。いや違う俺の回答がもうハンマーに寄せていっちゃってる。素直に回答した結果じゃないと意味ないですもんね。では圧倒的な攻撃力であってほしいけどね。攻撃力重視なら、はい、この武器と相性が良さそうですね。体験とか言うなよ。体験じゃねえか分かってたわ。多彩なため攻撃っていうのを選んでたらあれでしょ、ハンマーだったんでしょ。ちょっと違うかな。多彩なため攻撃、攻撃力重視ならこの武器と相性が良さそうですね。どの武器を教えてよ。そんなちょうどいいのがあんの、すげえいいじゃんハンマー、これを使わせてください。こっちで武器の使い勝手を試せそうだよ。あ、もうすっとハンマーに変わってる。武器の感触を確かめたら出発しましょうか。あんま今のくだり意味なかったですか。武器を変えたくなったら一時キャンプに行こう。あ、なるほどね、それを的にして。いやもうほんとモンハン久しぶりだからな。モンスターハンターライズおよびサンブレイクもまあ自分の中では一通り遊びきってしまって久しいからね、2年くらいやってないことになんのか。ちょっと右上にこう操作説明みたいなの出てたりするから、やったことないことしたいよね。集中オーダー進展、あれなんだ、L2 プラス R1、 それ今の、しょぼないっすか。しょぼないっすか。あ、なんかそっから派生する感じ集中オーダー進展しょぼないっすかってなっちゃってんだけど。んー、じゃあまあちょっと行ってみっか。まともに戦えるか怪しいけど、セクレトに乗ってお兄ちゃん助けに行くんでしょ。はっ、目的地に向かってオート移動が可能、ずいぶん便利じゃん。はぁ、セクレトで匂いを追いましょう。さて、あそこに、お、いるね、セクレト。あら、これがお兄ちゃんですか。お兄ちゃん思ったより屈強っすね。あーまあでもさすがにこのサイズのモンスターにはなすすべもなく。カエル系のやつね、チャタカブ。はあ、てめえが最初の相手か。いや、ちょっとすごいのよ、このアドリブ力。ハンターとしての引き出しがすごい。やっぱ経験がものを言う世界なんでしょうね。あら。うわ、本当に命の危機を感じる描写だな。あー、さっきのやつね。スリンガーを使って、こちらに急いで。ああ、もうセクレトとの絆は深そうだね。いやそりゃそうだよな、こんなの。さあ私に任せなさいよ。
こっからわしが相手じゃ。まあモンハン自体めちゃくちゃ久しぶりだけど、まあモンハンのバトルなんて大体ターン制のバトルだと思ってればいいので、相手の攻撃を見てからこっちのちょっとファーストアタック不用意でしたけど、今大体相手の攻撃見て隙があったらぶん殴る、こうやって、いやもうスタン取っちゃいました私。ちょっと待って、やってみたいことがあります。ため最大までやって渾身ためっていうやつ、どうだい。100ダメージ122、悪くないんじゃないの。隙ができたらあの渾身ためっていうやつやってみようかな。で、あーちょっとなんかモーションがちょっと俺の脳内とズレがある。そっか、歩きながらスタンプ叩きつけるみたいなのは今はできないのか。タメさんでその場でスタンプ叩きつける。いやまあ基本的にモンハンはターン制ですから、相手の攻撃見て、おっとなんだ、 L2 で集中モードの構えを取る、集中モード中は照準方向へ攻撃できる。あ、こんなんもトレーラーで見たけど、見てて全然これの使い方はそんなピンとこなかったんだよな。いやこれどうなんだ、どういうタイミングでやればいいの集中モードってさ。確かにさっきタルーぶん殴ってた時もごめんなさいね、回避するボタンと殴るボタンを間違えてましたよ。丸ボタンでなんか回避しようとしちゃう、他のゲームの影響で。でこの照準が出ます。んー、なんかピンとこない、これは意味あるんですかね。適当にぶん殴ってますよ、照準つけながら。ただまあつけてる方がピンポイントに攻撃しやすかったり。お、いいじゃん、またダウン取っちゃった。行くぜ行くぜ、渾身ため攻撃、おら。あれどのくらいくるくる回せばいいのかよくわかんねえな。おい、ちょっと待って、振り上げの動作で倒れるな、何をやってんだ君は。あ、集中モード発動、これ意味あるんすかね、意味あんの。同じ部位に攻撃を当て続けると傷がつく。あ、そうなるとさらにダメージを与えやすくなるってことですか。あー、だからその傷口に向かって集中モードでピンポイントで狙って攻撃しなさいよと、そういうことを言いたいわけね。いやって言ってもさ、てか結構ボコボコに殴れちまってるけど大丈夫、だいぶ適当にやってますよ、もう久しぶりのモンハンなので。はい、地面ぶん殴った後結構隙ができます。おい、振り上げで倒れんなっつーの、振り下ろしを入れたいのこっちは。何をやってんだ君は本当に。もうこのままぶん殴っちゃおうかな、最後まで行け。ちょっと待って、今いいとこなんだから。 L、 あー集中モードでさらに R1 をすると集中弱点攻撃が発動する。あ、はいはいはい、さっきのこれなんかタルーに向かってやってたかっこいい技名のやつね、あれなんかしょぼくねって言ってたけど、傷口に対して当てると、あー、なんか派生すんのかな、大ダメージを与えることになる。あー、それを先に言ってよ。なるほどねって言っても、あ、傷口は出てんね、集中モードにすると傷口が分かりやすくなるんだ。ちょっと待ってくださいね。で、どうすればいいですか。傷口集中攻撃、今いけましたか。いってますね。今後ろ足の傷口を狙ったらダウンを取れた。ちょっと待って、似たような要領で、はいはいはい、行きました。これが傷口集中攻撃。おい、もうまた転がっちまってんじゃんこいつ。行くぜ行くぜ行くぜ、渾身ため攻撃。いや、あのなんかこう予備動作のぐるぐるするのすげえいいっすね。でどうよ、おい逃げんのか、まだ夜はこれからだぜ。おい、ちょっとパーティー抜け出すなっつーの。そうなるとセクレット、セクレット、セクレットを呼び出すってなんかできたりする。なんかさ、あ、 P できました。モンハンライズでもガルクを呼び出したもんな、口笛というか指笛みたいなので。で、ため中に、あ、ためステップ全然使ってなかったな。そうそう、ハンマーはもうためながら移動するっていうのが基本なんだけど、ためをキープしながらステップを踏むみたいなやつね。あれ使いこなす必要あるんでしょうね。で、ちょっと降りんのどうやんの。あ、降りれました。すごいのが来るの、ん、あ、ためステップを使いなさい。あ、なるほどね、そういうでけえ攻撃に対してステップで紙一重でかわしてすぐ反撃に転じなさいと、そういうこと言ってんだ。なるほど。あ、そりゃ好きだらけだぜあんちゃん。あ、やべ、ためが最後まで溜まってなかった。集中モード発、ん、
クエストスタート？何？このタイミングで？おい、何を言ってんだ。今までボコボコに殴ってきたでしょうが。あ、傷口集中攻撃。で、なんか砥石を使えとか言ってるけど、ぬるいこと言ってんじゃねえぞ。おら、渾身ため。え、ちょっと待って、セクレットに乗るっていう指示が出てんだけど。え、ちょっと待って、俺今調子上がってきたとこよ。おい、まだパーティーはこれからだろうが。抜け出すな、パーティー。あれ？あ、そうだね、他のエリアに移動するみたいね。他のエリアに移動するですか。いや、それには及びませんよ。カスタム、救難信号、まあこれは他の作品にもあったシステムだよね。他プレイヤーへ、他プレイヤーへ協力要請を送ることができる。いや、それには及びませんよ、全然。これもしかして強制的にやらされる？それ救難信号。ちょっと待ってくださいよ、今砥石使いたいんですよ。砥石いいっすか、自分で。いや、なんかやらなきゃいけない雰囲気じゃん、救難信号。え？ちょっと待ってね、これは他のプレイヤーの方が入ってきてしまう可能性があるってこと？それ嫌ですね。あ、でもそういう設定今オプションからできる感じじゃないのかな。まあそんなベータ版で本当なんか知らんプレイヤー急に集まってくるみたいな、そんなことにはしないか。しないよね、信じるぞ。救難信号を送りました。じゃあセクレート、いやオンラインに切り替わりました、言うてるやん。わ、まあオリビア、いやどうだ、まあサポートハンターってことは NPC ってことよね、多分。あ、ロッソ、ロッソも入ってきました。じゃあこれ、あ、もう引き続きぶん殴ってていい感じですか。ただちょっと邪魔なのいるな。こういう小型モンスターが多い場所、確かに仲間欲しくなるかもしれないね。こういうのがいると戦いに集中できねえからさ。あ、ちちち、またボタン間違えた。なんかごめんなさい、最近やってた全く関係ない他のゲームの影響で丸ボタンで回避をしようとしちゃう。バツボタンだもんね、なんかそれずっと間違えてんのよ。ちょ、かますぜかますぜ。おら、まだ終わってねえぞ。さあ引き続きやらせていただきましょうか。まあでもこう傷口にね、大技当てるみたいな、あった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 、そういうのもちょっと理解はしてきたかな。参ります。ん？参ります。今の声は、あ、おいおいおい、仲間来てんじゃん。オリビア、これ NPC ですよね。ハンマー使いじゃん、しかもオリビア。おい、これ仲良くなれんぞ。おい、オリビア、終わったらギルドカード交換しようね。いいね、オリビア、いいスタンプ打ってんじゃん。俺も続くぜ。よっしゃ、倒れた。で、倒れたら渾身ため行きましょうか。いや、バカ、のけぞらすな。あ、え、な、え、あ、ガンナーの人だ、ロッソは。それヘビーボーガンかな、ヘビーボーガンを打ってる仲間。あ、まあでもそうらしいね、なんだろうな、他のプレイヤーとオンラインで一緒に遊ぶのに抵抗ある人のためなのか、NPC と一緒に遊ぶっていう概念追加されたんですよね。いや、まあ NPC の存在自体はあったけど、ライズとかでもさ、宇宙教官とかと一緒に戦えたりはしたけど、なんかよりカジュアルに、救難信号で NPC を呼び出すことができるみたいな、そういうシステム。まあ救難信号でそういうことができると。今傷ついてる、あ、あら、もうなんか足引きずってんじゃないの。おい、ちょっと待ちなよ。セクレット、セクレット来て、早く追いかける。あ、でもあれだな、あえてゆっくり見逃して。うわ、なんか喋ってる、ロッソ喋るんだ、この NPC たち。そう、あえてゆっくり逃がして、そしたら寝るかもしれないな。ちょっと足引きずり気味で弱ってるように見えたので、安全な場所に逃げて眠っている可能性がありますよ。さあどうかな、すぐそこにいるよね。はい、いたいたいた。これはまあモンハンでおなじみの仕様だけど、眠ってる時の最初の一撃、最初に入れる一発だけダメージが3倍とかになるんだよね。倍率がかかるんですよ、睡眠補正だから。その最初の一発にでけえのを入れたいと。これ渾身ためでしょ。渾身ためっていうやつやると、なんかこうぐる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 回してさ、違う、いやー、バカチンガー、違うんだって。最後のドカンを当てたかったわけ。途中のちっちゃいやつで起こしちまってよ。何をやってんだよあんた。おら、ぶん殴れぶん殴れ。
もう一回くらいスタン取れねえかな。こういう打撃武器で顔面殴り続けてると気絶をするわけで、それをさっきから何回もやってるけど、あ、でもなんかもう疲れてんね。こういうなんかよだれ垂らして、あーなんか気持ちよくねえ終わり方しちまったよ。いや、まあまさにチュートリアル用の敵っていう感じではあったな。俺全然って、おーおー、ちょっと真っ先に剥ぎ取るじゃん。俺より先に剥ぎ取んのなんか嫌ですねなんかあれかな、ちょっと俺の性格が悪すぎて潜在的に NPC のことを見下してるからかもしれないけど、俺より先に NPC が剥ぎ取んのなんか嫌ですねいやまあでも倒しましたな。モンスターハンターワイルズ初狩猟完了と。なんかこれエモートみたいなのないの？これは体験版だからできねえか。あのさ、ガッツポーズしたりさ、体でなんか何かを表現するみたいな、そういうの毎回あるじゃない。ちょっとこれさす、いやほらなんか締まらねえ感じになりましたよ。いやすーげえ仲間ずらしてるけど、初対面だからね、みんな気まずそうにしてるわ。全員今気まずそうだったもんね。せっかく狩りが成功したのに何の会話もなかった。で、まあ報酬をもらいまして、受け取りまして、まあ本当になんかねえ、攻撃もボコボコ受けてたけど、全然簡単に勝てるようにしてくれてましたわ。大したモンスターじゃなかったっすね。ちょっと俺も入れてよ。もう安全だよし。ああもうセクレトは家族なんだろうな、彼らにとって。いや可愛い、ライズのガルクも可愛かったけど、これ相当可愛いよセクレト。あのん？俺？白きひげのこと？私たちは待ってください。何が起きて、まさかあなたたちが。え、何か？何を察してんの？あなたが何を察してるのか全く分かってないんだけど、こっちは。実は妹さんからあなたのことを伺いました。妹はどこに？我々が保護しています。しゃべるじゃん、白きひげ。一緒に来ていただけますか？まあ、信用一応得られたのかな。命助けたんだし、助けてくれてありがとうくらいは言ってほしかったけどね。すぐに分かった。ええ、信号弾の通りでした。ここが拠点になるんだな、ベースキャンプ。まあ最近のシリーズだと調査隊みたいな感じになってることが多いよね、プレイヤーも。こちらに。まあ最近のっていうか、ワールドがそうだったからそう思うのか。おかえり。ライズでは別に調査隊ではないもんね、里の人だもんね。あの、妹さんはあっちですよ。早く行ってあげて。だからやっぱり雰囲気がワールドに、モンスターハンターワールドに近い感じはあるね。ガリアドとしては申し分ないよ。ちゃんと手当てしなきゃ。手は多い方がね。だからゾロゾロゾロ。これちょっと俺はもう主人公の扱いが気になるよ。俺のことだからさ、ちゃんと頼れるベテランハンターとして扱ってくれてる。あ、よかったね、あえて。一旦しろ。はい、行くよ。ほらほら、うちのハンターって誰？俺？俺かい？さっきはすみませんでした。いや、それしょうがないよ。助けてもらったのに。うん、わけがわからない。この人してんじゃ信用していい人かわかんないもんね。お、本当にありがとう。何それ、エボンの教え？ファイナルファンタジー10。なんかなんだろうね、敬意を表す。近くの村に住んでいます。儀式的なそういう挨拶なのかな。アルマと申します。西のすごく遠くから来ました。探し物があって皆で旅をしています。だからそう、こっちの方がよそ者なんだよな。この土地にズケズケやってきたのが俺たちでしょ。あ、セクレトについて聞きたい。あなたのセクレト、セクレト超可愛いですね。
どうもありがとうございます。セクレトは何を食べるんですか普段。あのセクレトはあなたの村で一緒に暮らしてる感じですか、はい、家飼いですか外飼いですか。卵から育てました。卵から。僕たちにとって大事な大事な相棒です。食事は何を食べるんですかね。とても賢いですよね。食べちゃいけないものってありますか。玉ねぎ大丈夫。玉ねぎまずいっすよね。大体危険に気づいて避けたり匂いを覚えたりするのが得意なんです。匂いを覚えたり匂いを辿ってなんか追いかけてたもんね。モンスターとかも限られるんですが、特にあいつは賢すぎて乗り手を自分で選ぶようなところがある。あら、こんなもん選ばれちまう流れじゃ。あなたが乗りこなしていたのを見て本当に驚いてしまいました。そう、もっとよいしょして。俺主人公のこともっとよいしょしてほしいって思ってる人だから。いや、なんかモンハンの主人公って今まではさ、ほとんど自分の言葉を喋らないし表情もないから、なんかすごく無機質な殺戮マシンみたいなそういう印象があったんだけど、そうじゃない感じの付き合い方をしてくれたらすごく嬉しいね。あの場で一体何が。おお、喋るもんな。いいよいいよ、そういうの欲しかったよ俺は。僕が行けなかった。モンハンってストーリー別に気にしてない人も結構多かったりするけど、ノノを逃がして。いい、なんか俺はもっと主人公の人間性を広げてほしい。でも足を滑らせて落ちてしまったんです。この白きひげのね。ところで、あなたたちは先ほどは驚かせてしまって申し訳ありません。一体何をやったんですか。その道具も人に扱えるものとはとても思えない。あ、俺の背中のハンマーですか。私たちの故郷では大きな生物から人々を守るためにこうした道具を使うんです。もちろん決して人には向けてはならない決まりの上で、そしてこれを持つには許可が必要で。はあ、許可、道具。いや、異文化だもんな。そのおかげで僕たちは助かったんですね。とりあえずお二人の怪我の手当てをしませんか。僕たちはベースキャンプを見回ってこよう。お前の声ほんとしっくりこないな。ごめんなさいね、なんか俺がピッチとか変えてさ、そうピッチ変えちゃったから音声の、なんかデフォルトよりもやっぱ低い声にしちゃったのよね、自分のハンターに合わせてさ。そしたらなんかなんとも言えねえ感じになっちまったわ、アイルーの声で。あらららら、終わっちゃった。 Thank you for playing。 冒頭ストーリーの一部をプレイいただきました。あ、でもこれ以降は隔ての砂原を ご自由に探索いただけます。だ、適当にさっき戦ったのとは違うモンスターに喧嘩打ったりとか、そういうのはもう少しできんのかな。モンハンの体験版、大抵モンスター何体かとは戦えるもんね。一体だけじゃないよな。まあ冒頭のストーリー部分。お疲れ様です。あ、どうも。砂原で土砂熊という気象が激しいモンスターが確認されました。土砂熊いいんじゃん。このモンスターは群れを作る可能性もあるようです。被害が広がる前に狩猟をお願いします。いや、まあ全然大した相手じゃなかったけど、さっきのチャタカブラと戦った印象だと傷口、あれはまあ新要素だけあってすごく大事だね。傷口に対してさ、傷口専用の技みたいなのを叩き込むと、まあダメージも大きいし、あれやったら簡単に転んでたもんね。あれで転ばせて、さらにまあハンマーの場合はそこから顔面殴って、気絶も一緒に取って殴りまくったり、まあそういうなんかいろいろ考えてやると楽しそうですね。こっちに有利な戦いができるんでしょう、おそらく。まあもっと強いモンスターとも戦えるようだけど、とりあえず一旦今回はこの辺で終わりにしようと思います。いやー、製品版が楽しみだぜ。すいません、本当に最初に言った通り普通に遊ぶついでに録画してた感じになりました。いや、モンハンね好きなので、
遊んでてもちろん楽しいんだけど、やっぱりアクションゲームとしての強度が高いので、なんかこう喋りながらやるのと両立するのが難しいんですよね。で、別にそんな上手いわけでもないし、っていう理由でそんなに積極的に動画はしないけど、間もなくチャタカブラが立ち去る、そういうのなんか今言われんの？なんかここに、このキャンプにいる間も時が流れてて、近くの砂原の状況が変わっていくみたいな、なんかそういうのがあんのかな、今出てたもんね。アトス、アトス、他のハンターの猫、ボイスないんかい。ボイス待ってたわ。いやもうかっこいいな。お前も傷ついてんじゃん、右目にさ。うちの子と同じじゃんよ、うちのニンニクと。こりゃ仲良くなれるな。お前の主人に言っとけよ、後でギルドカード交換しようってな。うんってうなずいてくれたわ、可愛い子だ。それじゃあ製品版を楽しみにしときましょう。ありがとうございました。